北京共同、北朝鮮の国会にあたる最高人民会議が7日、召集日を迎えた。金正恩、朝鮮労働党総書記が1月に表明した韓国を、敵国と憲法に明記する方針に基づき、会見について討議する予定。7日の国営メディアは開催状況を伝えておらず、8日以降に具体的な内容を報じる見通しだ。金正恩氏、 韓国大統領を挑発、まともな人間でないのでは。金氏は平和統一政策の放棄を掲げており、憲法の9条にある、自主、平和統一、民族大団結の原則に基づき祖国統一の実現のために闘争する、という記載を見直す可能性が高い。新たに領土、領海に関する規定も盛り込むと見られる。 北朝鮮は平和統一政策の放棄の表明後、軍事境界線の北側のみを自国の領域とみなすようになっている。